今回ネクストキャビネットを作ったのは役所の中の優先順位や官僚たちの考え方っていうことをよく理解をして、一つ一つの役所とちゃんと向かい合って、政策の現実路線かどうかとか、自分たちが政権を取った時に無理のない政策を訴えているかとか、でこういうことは今克服をしようとしていることの一つですね。人を大事にするっていうのが立憲民主党だって言ってるわけですからね。彼らの中にもやっぱり問題意識はあって、で今のままではというその思いを持っている人たちっていうのはいるんですよ。で、まあ、その課題というかその問題意識っていうのを大事にしながら我々と共鳴していくというような、まあ、そういうアプローチなんだと思うんですよね。政権取って中に入ってみて改めてそれが分かったの。